はい、我がプーマを吹きたか絶対絶命だもんな。もうひたすらここで戦うしかねえんだよ。こんなんで味方全員成果できるわけねえからな。100% 無理だから。やっぱりそのね、ガッピーの炎症の時もそうだったんだけど、白虎がないのとあるのではね、やっぱりその味方の配送スピードって全然違いますね。もう白虎がついてないイコールあれだから、ゲーム武功プラス25ついてると同じだからね。全然違うよ、やっぱり配送スピードが速い、やばい。で、近くにいるの親衛隊長っすね。こいつ親衛隊長じゃない？よし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 、こいつを倒して回復補給。失敗な、100か200がよかったな。ちょっと待て、落ち着け落ち着け。カメラワークよろしくない、これはよろしくない。ずっとチャージ音使って無双乱舞繰り出してるのを、なんだろうな、ずっと見てる感じなの。ちょっと待って、一回水飲むわ。もう喉カラカラ、また扁桃炎になる。ね、ずっとね、喋り続けると、乾燥してくんですよ。また扁桃炎になって、これ動画撮影できなくなるの嫌なんで、ちょっと水を補給していこう。リアルでもちょっと回復取っていかないと、マジでこれ厳しい。ほんと厳しい。落ち着け、お前ら落ち着けって。まあ、あれだな。倒していけば来るはず。でもちょっと敵減ってるからね。いや減ってないように見えてるけど、最初に比べたら減ってます。しかも来た戦時能の、うん、いやまあ無双はもう圧倒的に芝居の方が強えわ。もう一人の方はあれだからね、マジパンプキン帽子の方は無双ラブつながんねえから、シャッ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 前進してるだけだから、ふざけてるから。こっちはまだいいわ、ちゃんとつながってくれるし。そろそろね、まだ進軍してないかな。あーくそ、いやでも来そうだ、進軍してますもん。回復は OK。 そう、まだ諸葛金とね、誰だっけ、あと孫将だっけ、あれ孫将じゃねえか、あれ何だっけ、忘れちゃったよ。誰か一人いるんだわ。誰だったかな、もう一人のモブ忘れちゃったよ。いやもう来てもおかしくないよ、もう来てもおかしくない。あ、孫将だったわ。まず孫将を倒そう。よしよしよし、行くぞ、そっち行くぞ。味方そっち頼むわ。俺に任せろ。これでいいだろ。
三国無双セブンのあのロシクの無双乱闘もなかなかひどいからな。ただ打ち上げてるだけだからね。胸叩いて俺に任せろとか言ってただ打ち上げてるだけだからね。あれなかなかひどいよ。よし、いい減り具合。損傷って回復できたやつだっけ。できんかったような覚えがあった。武将ごとにね、回復できるかとかなんかね、そういうのも細かいよね、結構。モブによっても違うからね、そういうところ本当に細かい。いいっすね。いや順調です、順調、非常に順調。こういう集団戦はもう突っ込まないで俺は遠くからチャージを繰り出すと。いや多分ね、この立ち回りですね、もうこれ完璧っていうか、これが芝居の立ち回り。突っ込んで、これなんだろうな、カーンみたいな戦い方はこいつは得策じゃないね。兵法マスターなんで、兵法マスターここで使われてるかっていうと怪しいんだけど、まあ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 、猛将乱舞も活躍したし、新乱舞はもうずっとね活躍してるんでいいんではないでしょうか。葉っぱ伝承、掃除兵法も活躍してるし、護衛兵も強くなってるし、いいんじゃないでしょうか。兵法マスター装備をねよく見せてるんじゃないかなと思ってます。後ろが攻撃されるな。いやーこれね、攻撃するな。足速えなあいつ。速えんだわ、速えんだ、本当に速えわ。タイマンに持ち込めば俺勝てるよ。ちょっと待てよ、チャージ力がねガードされてしまうっていうのが悔しいところ。あぶね、無双ラム来そう。やばい、2対1になった瞬間もうきつくなるもんね。しかもこれ隣にいるの親衛隊長だしな。いや、いいよいいよ。ごめん、嘘ついた。当たるとき当たったわ。やったやったね。困った、まだ死ぬわけにはいかないの。いいですよいいですよ、あと少しじゃない。あと諸葛金と孫権だけじゃないんですか。勝てるの、勝てるの、もしかして。いやすごいぞ、兵法マスター装備ちょっとバカにしてたけど、いやあのね、ちゃんとそれぞれの効果を発揮してるから無駄ではないんすよ、アイテムちゃんとなってるわ。やっぱね、さすが、さすがマニアックスさんですね。ね、本当にいろんなやつだな。勝てなかった時俺マニアックス装備文句言うけど、勝てる時はね褒めたたえるから。人間そんなもんだよね、いいことあったらねいいこと言っちゃうよね、悪いことあったら悪いこと言うよね、そういうもんでしょ。孫権があれだな、近くにいてね、諸葛金がちょっと待って、どこにいるか把握しようときたい。諸葛金、うわー、諸葛金が下にいるな。さすが諸葛亮の兄だな、賢いね、やることが。ちょっと待って、落ち着け、痛い。あいつ動くかな、諸葛金。諸葛金動く前に孫権がこちらに来そうなんだよね。しかもこいつはあれだな、普通の雑魚だ。回復も何も持ってねえわ。と思ったら何か落としたな、鎧か。ちょっと待てよ、誰か、 あいつあれだ、親衛隊長だ。
どっかにいた、どっかにいた。違う、お前じゃない。やばいやばいやばい。うわー、きついな、あの土兵。一旦逃げて、土兵ちょっと釣りたいっすね。ヒゲ親父、一人でポツンといるわ。頑張ったね、ヒゲ親父。俺のヒゲ親父も頑張ってるからさ。いや、マジ味方いなかったら、もうどうしようもなかったな。ガチでね、昔のシリーズはね、味方が頼りになる。画面内だと。画面内だと味方が頼りになる。この、何回も言ってるよね。味方が頼りになるっていうのは。なんか毎回言ってるような気がするんだけど、毎回マニアック装備の時これ言ってるような気がしてしょうがない。いや、ちょ、ガード硬い、ガード硬い、ガード硬いもいつも言ってるね。ソースは戦ってないし余力あると思うんで、あれ親衛隊長じゃねえな。親衛隊長倒したら土兵を倒しに行きたいんですよね。いや、いい雷。低難易度だったらいいんだよ。めちゃめちゃ芝居別にね、悪くないんだよ。高難易度となるとやっぱり雷がね、見た目は素晴らしい。葉っぱ発動させて、やばい、どこ行ったかな。さっきいたんだけどね、親衛隊長いたわ。倒した。いや、倒してねえ。いいよいいよ、200でかい。行くぞ、今行こう、今行こう、チャンス。攻撃2倍だし。息子ども見ておれ、これが勝者の者の姿よ。あれ、いなくなっちゃいましたね。まあそれはそれで結構なんだけど。諸葛剣に倒せればもうあと孫権だけになるんですけど、2対1の状況になるしな。いや、これはやばい。いや、これは無理だ。深追いしてる。深追いいかん、深追いいかん。ダメだ、無理無理無理。やばい、逃げろ。神速の芝居を見せろ、神速の芝居。神速の芝居を見せつけろ。マジダメだな、深追いしたら死ぬな。ここまで来て死ぬわけにはいかん。いや、ちょっと2倍発動させてえな。芝居そういえばあれだな、非常攻撃力、武器に付加されてるから意外といけるかもしれない。これで2倍になって、逆サイドにね、特大肉まんがあるんだよね。いやー、厳しいなこれ。親衛隊長見ねえだな。あともう少しなんだから、死ぬわけにはいかんって。絶対死ねない。誰か落としてくれ。いや、いいよ。いや、諸葛金とあいつ一緒にいるな。味方と一緒に戦って、諸葛亮と、諸葛亮じゃねえや、孫権と諸葛金を分断させないときついな。ここ頑張って敵を処理するところ。いて
痛えな、弓いるんだまだ。この親衛隊長倒したらちょっとあれだな、弓を倒しに行こう。さっきいなかったんだけどね。きついって、マジ厳しい。お前容赦なさすぎ。こいつこいつ頑張って減らそう。あ、すぐ割り込まれるもん。人が一生懸命後ろでコンボ稼いでる時に割り込むな。よしよしよし、ヘイ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 、火力ねえな、やばいなこれ。よし、探せ探せ、いた、こいつこいつ、オッケーオッケーオッケー、倒して、これ孫権でしょう。孫権じゃねえんだ、あいつが来てほしいんだ。諸葛金、どんな感じよ。もう俺の士気とかマジ全然上がんねえからな。多分その反対側にいるやつが多分俺の兵の俺の味方か、俺の味方だと思うんだけど、やられてっから士気下がってくんだろうね。もし次絶対絶命をする機会があったらあれだな、絶対下の拠点は先に落とした方がいい。多分これあれだわ、孫権だけじゃなく諸葛金の兵とかも湧いてるんじゃないかな、下の拠点から。孫権だけだから よかったかなと思ったけど、そんなことでもなかった。マジきつい、立ち回り大変。はい、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない。さすが芝居、弓防御力最強。まだいるかお前ら。あ、あいつ反対側行ったな、孫権。それはいいぞ、諸葛金がどっかにいるはずだ。いや、いいぞいいぞいいぞ、分断した分断した。ちょっと頑張ってくれ、俺の芝居の兵が多分足止めしてるわ。いや消えてねえな、これ多分土兵は消えてねえわ。どっかにいるはず、どっかにいるんだ。頑張って倒すぞ、諸葛金さえ倒せれば。孫権動いてないよね。いや、いいぞいいぞいいぞ、あいつどこ行った、なあいつあっち行ってんの、ふざけんな。もう合流するもマジ賢い、やることがやることが賢いです、あいつは。きっちー、マジきっちー。いや今から下の拠点制圧するって言ったってリスクあるしな。出過ぎだぞ、自重せよ。これで曹操死んでも最悪だからな。当たれ、いやマジやべえ、つらい、痛い。
一旦ここの道兵消すわ。鬱陶しい。特大肉まん取って。どうすか、親衛隊長もういないだろう。倒したいよな、ここでなんとか倒したいけど、多いよなこれ、マジで多い。まあ、城壁に登ってないで、城壁に登ってるやつ来いよこっちに。無理か、さすがに。あ、見ないで。うわ、攻撃2倍発動させて。いや、いけるぞ、でもいけるいける、いい感じに護衛兵が下げとってる。待て、俺のつばせり合い、何？あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。いや倒せねえここは。いやーきついきついきつい。ごめん、待ってって、待ってって、死にたくないって。なんで俺勝っ、絶対勝たないといけない時につばせり合い勝てねえんだろうな。弓いないことを信じる、弓いないことを信じる。逆サイド行って特大肉まん取りに行こう。やめろって、そういうのいらないって。いやー、なんとかなった。あと孫権だけだもん。正直ね、芝居はやりたくなかったよ、マニアックス。避けたかった。うん、避けてた。ずっと避けてた。まあ、避けてたって言ってけど、そんなにやってないけどね、まだ。だけど、先にやってた方が絶対楽だから。こういうやつは。ちょっと、兵法マスター、ちょっとこれきついわ。兵法マスター装備で味方全員生還リベンジとかも絶対無理だから、マジで絶対無理。届かねえ。あれ味方？敵じゃないこと祈るんだけど。いや敵だわ、敵だわ。まだいいのかお前、うるさいな本当に。なんで総将の兵がいるの。どっかに瀕死のやつがいるはずだ。苦しいって、苦しいからマジで。特大肉もあればいけるかなと思ったけど、そんなことないな。芝居の兵頑張れ、俺の兵頑張るんだ、一緒に戦うぞ。どっかにさ、親衛隊長いなかった？親衛隊長、親衛隊長いたよな、いたんだよな。お前じゃね？違う。どっかにいたんよ。君じゃない。やばい。痛い。孫権の攻撃痛い。怖い怖い怖い。死ねない死ねない。やばいやばいやばい。ごめんごめん。落ち着け。落ち着け落ち着け。回復させんぞ。逃げて遠くから無双ランブだ。
ねえんだな。最悪ないんだね。拾いに行くか、無難に行こう。もうこれでいけるでしょ。疲れた。これでいける。回復すんなよ。オーケーオーケー。よっしゃ、ヘイホーマスター装備でクリアだぜ。スコたちよ、あとは頼んだぞ。よし、これでね、ヘイホーマスター装備で合皮新庄包囲戦クリアですね。いやマジでね、普通にクリアするだけでね、きついよこれ。ちょっと待って、こいつどれぐらい出てきたの。開始、まあ、9分ぐらいに出てきましたよ。で2分ぐらいで配送してんだよね。マジ何しに来てんの本当こいつら。マジ満潮そうえ、本当に何しに来てんだろうな。結構時間かかったんだよ。俺の式とか変わってないからな、本当。いやいやいや、まあいいや、クリアできたからよかったわ。よし、それではね、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。